しい企画できたか。え、だから企画だよ。何ぼーっとしてんだよ。うちみたいな弱小映像会社はとにかく新しいものいっぱい作っていかないとなんだよ。わかるだろう。はあ、若いんだから足を使え、足を。新しい情報、流行りなんかは終えてるか。いいえ。最近は使われていない家なんかで肝試し的なことをするのが流行ってるらしいぞ。現地のこの家、ここなんか奇妙な家らしい。え、まさか自分が行くんですか。お前以外に誰が行くんだよ。カメラ忘れずに持ってけよ。いい映像撮れるまで帰ってくるんじゃねえぞ。
さっきの場所に。
なんてものを持ってきてるの。頭を切ってほしいですって。そんなの持ってくるな。出てこい。Thank you.
Thank you.
Thank you.
のを全て逆さにしろ。Thank you.
なんか気味悪い映像でしたね。あんまり大した映像じゃなかったな。これって誰が撮った映像なんですか？誰なんだろうな。会社に送られてきたんだよ。もしかして最近仕事休んでるあいつじゃないですか？ああ、そうかもな。あいつ成果出せって言ったのに。会社に送るんじゃなくて直接持ってこいってな。でも最後のって、あいつって家の映像を撮りに行ってから会社来てませんよね？いやいや、何言ってんだよ。あんなの誰かが編集したか何かに決まってるだろ。フェイクだよ、フェイク。やめろよな、そういうの。そうですよね。すみません、早く出社してほしいですね。ではちょっとトイレに。おう、次の企画考えるから早く戻ってこいよ。